にちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は SOS を出すことは何も恥ずかしいことではないというテーマで動画を作っていきたいと思います。というのも、もう本当に私のホームページには心の SOS がたくさん聞こえてきます。一つ一つお返事ができないのは本当に心苦しいんですけれども、ちょっと動画で何かお返事したいなということで、最近もちょっとメンタル系の動画をたくさん出してるんですけれども、 SOS を出すことは決して恥ずかしいことではないし、逃げることっていうのは決して間違ってないです。日本に生まれて日本で育った方っていうのは、逃げることは弱いことだ、弱いことはいけないことだ、助けを求めることは軟弱だとか、なんかそういうね、変な固定概念とか変な価値観ってあるじゃないですか。もうそろそろそういうのなくしていきたいなって思うんですよ。なので、日本で精神科に通うとか、うつ病だってなるとどこか恥ずかしいって思うことがあるかもしれないんですけれども、うつ病になった人に何も問題ありません。うつ病にした世の中にいろいろちょっと問題とか歪みが出てきてるの。こんなに理不尽で、こんなに間違ったことがまかり通るような現代社会で、ならない方がおかしいと言った方がいいです。みんな何かしら抱えてると思ってもいいと思います。なので、この動画を見てる方でちょっと心がしんどいとか、もう耐えられないと思ってるんだったら、逃げてもいいです。精神科に通うことが何も問題じゃないので、ぜひ精神科に通うことが恥ずかしいことだとか、自分がうつ病だったらどうしようかとか、そういうこと考えないで、自分を守る方法を選んでください。自分で自ら死を選ぶ人って、ある調査で 90% 以上の人がその時点でもううつ病を抱えていると言っても過言ではないという調査結果が出たんですね。でも日本では誰かが苦しんでても誰も声をかけないっていうことが、なきにしもあらずっていう悲しい文化があるんです。それは歴史をたどれば、日本というのは切腹の文化があって、死を選ぶ人は自分で自ら選んだんだから、他人がとやかく言う問題ではないというふうな、そういう価値観を未だに持ってる人もいるんです。人が明らかに心が壊れそうになってるのに、人が明らかにもう死にたいって思ってるのに、人が明らかにもうダメだって思ってるのに、見て見ぬふりをするっていうのはあまりにも悲しいじゃないですか。じゃあそれでも本人が選んだことだからほっときなさいって思ってる人がいるとしたら、それはどうかなって思うんですよ。なぜ私がこの話をしてるかというと、私も自分で自分の命をっていう経験を持ってる人間として、たまにそういうことを検索するんですね。どれだけの人が心が傷ついてるのかなって。特にこのコロナ禍、もう本当にみんながもう迷ってるし、みんなが苦しんでると思う中、苦しんでる人のことを放ってはおけないと思って、いろいろ私も調べたりとか、いろいろ見てます。その中で誰かが亡くなった時に、本人が選んだことだからとか、憶測が広がったりとか、あまりにも冷たいような意見を SNS とかで見かけると、なんかちょっと違うなって、心がいっぱいいっぱいで傷ついて、逃げたいのに逃げられない、もういなくなった方が楽なんじゃないかなって、そう思ってる人がもし身近にいたら、間違いなく声をかけていただきたいんです。病院に行くように説得してあげてほしいんです。何も言葉かけをしないというのは、そこで溺れてる人がいて、あなたがそこに浮き輪があるのに投げないで、溺れる人をそのまま見殺しにするっていうことと同じと思ってください。溺れてる人がいて、自分も飛び込んで助けてあげることまではできないかもしれない、でもそこに浮き輪があるのに投げてあげないっていうことは、あまりにも冷たいじゃないですか。それと同じなんですよ。もういなくなりたいって、もう自分で自分をって思ってる方に何もしないっていうのは、そういうことなんです。最初にも言ったけれども、精神科に通うっていうのは何も恥ずかしいことじゃないと思います。そして日本の保険会社も、精神科に通うと保険に入れませんみたいな、そういうのあるじゃないですか。もうそろそろそういうのも見直した方がいいんじゃないかなって思うんですよ。社会全体として自分に何ができるのか。私が今できることは動画を発信しているので、動画で誰かに気づいてもらえるように声を出していったりとか、私が LGBT の当事者なので、当事者で苦しんでいる子どもたちとか未成年の方のために、私も誰かに何かができるなんて、私の力で何かが変わるなんて、そんなおこがましいことを思ってないんです。このコロナの騒ぎになって、私のホームページにもたくさんの方からいろんなメッセージが届くようになって、私の動画を見ている視聴者さんに何かあったら嫌だなって、その一心でいろいろなメンタル的な動画もお伝えしてるんですけれども、皆さんもよかったらコメント欄で、もしあなたがもう辛いって耐えられないと思ったら、誰かの力を借りてください。どこかに助けを求めてください。
逃げてください。病院に通っても構わないと思います。誰かの力を借りることは決して間違ったことじゃないです。そしてこれを見てる方の近くで、あなたの近くで苦しんでる方がいたら、ぜひ声をかけてください。それだけで救われる命があるかもしれません。話はちょっと違うけれども、もし近所で虐待かもって思ったら、迷っていても大丈夫です。匿名でも大丈夫です。189に電話をして通報してください。ちょっと今回もちょっと尻滅裂になりましたけれども、最近ちょっとメンタル系の動画をココアートチャンネルでも出してるんですけれども、こういう意味があるんだと思って理解していただいたらありがたいです。これからもことあるごとにメンタル的な動画も作っていこうと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。ココアートチャンネル、ふっかん .com、 いい感じで票数集まっております。私の初期の画集を復刊させよう運動を皆さんと一緒にしておりまして、ぜひ皆さんよかったら下のふっかん .com のアドレスからふっかん .com のサイトに行って、投票と熱いメッセージコメントよろしくお願いします。それではまた。